確かマズローとかが定義していました、うんうん、でニーチェは、うん意思でもって行動するべき行動する超人であるべき、うんうん、クリスタムニティは新しい人間だけが新しい文明、うん、新しい文化を創造できると、うんうん、でマズローは、うん自己超越者が作る有最期や社会というのができると、うん、ではマズローの欲求段階説っていうのは、うん、食べたい、寝たい、うん、お金が欲しい、安全に生きたいっていう体の欲求と、うん、結婚して就職して出世したいとか、うん、そういう心の欲求っていうその、うん定時の欲求、うん、欠乏欲求、うん、満たすものが欲しいと、うん、でも人間の本質は創造性であると自分の中から外に出したいっていうそのクリエイティブっていうのをメタ欲求行為の欲求と定義してそしてさらに晩年にはコミュニティを作る欲求が出てくると、うん、でそれは私利私欲か公利公欲かっていうところにいます、うん、そこに差がありますと、うん、でこういう欲求段階っていうのをマズローは唱えました、うん、あ分かりやすいね、うん、マズローはね、うん、でそれを人間の状態に当てはめると病気の人から健全な人から普通の人がいて、うん、そして才能を発揮してすごく輝いている人がいます、うん、でヒーリングが必要な人とそう活性化が必要な人といる、うん、で普通の人の中で元気に一見元気でバリバリ活躍してる人でも、うん自分のために私利私欲か公利公欲かでこの超人かどうかが差が出てくると、うんうんうん、で超人っていうのはその公利公欲のために生きる人で、うんうん、そういう人たちのになるための、サービスを和文化を体験したり、うんうん、あるいはワークショップやったりいろんなことで提供していきます物販もします、うんなるほどね、でそれは超人ワンダーランドは超人が宇宙に羽ばたくための施設です、うんでそれは、日本の伝統文化っていうところで日本から発信していきます、うん、っていうのがここのプレゼンテーション。なるほどね、うんうん、なのでここの目的に合ったワークショップとか、うん、こう人とつながる調和するっていうようなセミナーとか、うん、文化体験をここでやっていきますと、うんうん、そういうような流れなんです。多分ね、うん、そうマズローの、うんそのこの超人と普通の人の線引きってさ、うん、高次元なってから特に公利公欲私利私欲から公利公欲っていうところに境界線があると思うねんけども、うん、多分ね公利公欲でやるんやって意思を決めて、うん、一生懸命やってる間は超人じゃないような気するのね。ああそうやね、うんうん、でいや自分がこんな楽しいのを多分自然体でできる人が自分がこんな楽しいのを自分だけじゃもったいないからみんなにみんなも味わってよみたいなことで結果的に公利公欲に、なってる状態がもしかしたら超人で定義しそうした方がいいんじゃないかなというね、うんまさにそうで、うん、そんな人のためにとかって言ってる段階では超人じゃない。逆にね、うん、人のためにやると逆に居酒屋とか、うんうん、そう、うん、うん、いわゆる、ね、ある意味正義の押し付けが戦争のもとになったりするような争いのもとになったりみたいなこともであなたのためにっていうのが逆に相手を負担かけたり、うんうん、することはよくあるんでそれよりもね一緒に楽しもうよみたいな、うんうんうん、だから多分そこに義務感とかそんなもないよね、うん、やりたいからやってるっていう、うん、それだけの問題で、うん、押し付けでもないし、うん、だからそうねメタ欲求これは欲求ってなってるからそういうことよね、うん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 、本能的にそういう状態になってるっていうことよね、うんそっか、そこに注意した方がいい、ね、そうそうそう、ね、うん、うん、この公利公益っていうのが、うん高次元の欲求っていうところとちゃんと結びついてるかどうかで、うんうん、これは使命感とか、うん、なんか自己犠牲そこに自己犠牲みたいなとことかあったら、うんうん、これはちょっと違うやろなっていう、うんうん、逆に葛藤とかの元になるだけで、うん、逆効果になるやろなっていうのはねそう、うん、でも欲求だからねっていうか、うん、こっちの段階でやると、うん、
そうなっちゃうけれども、うん、きちんと癒された人が、うん、そのみんなのためにってやると多分無理がないんだと思う、うん、だから癒されてない段階で自分を満たされてないのにやろうやろうとすると、はい、それは余計に気づかない、うん、なくなるんちゃうかなって、うんうんうん、まあ、あのもしかしたら、うん、あのそう健康やらあの病、ね、いろんなもん当たらへん、一般的に見て当たらへんっていう状態の人でも、うん、あのそういうことをやってることがまたあの この次元のメタ欲求に応えるようなことをやってることが癒しになってる場合もあるよね、うんうん、でそうなったらもうあのこの何ていうかな、あのかなり足らへん人でもあの一気に、うん、あのこの階段じゃなくて一気にそっちへ飛ぶあの可能性もあるということね、うん、で逆にあの病気の人とかあの、まあ、軽度重度、うんね、普通に普通の人よりも欠乏してるって思われてる人の方があのパーンとそこに気がついて、あのこの結婚就職出世っていうコースを目指すんじゃなくてパッとこっちにあの、うん、あの超人のところに近い場合があるかも分からへんね、うんうん、っていうのは普通の人間ってこれ順番に下から上がっていってここに出世、結婚就職で出世してそれからってなってたらまずその途中で力つけて一生終わる人がほとんどなのね。まあ結婚就職まではしてたとしても、うん、そのまま出世せんとこの辺りで、うん、だからどの段階であろうとこっちには、うん、まあこれは、ね、病気体の問題なので、うん、心さえ、そうそう、うん、でただあのだからといってお金もいらんか健康もいらんかってそういうことじゃないんやけども、うん、逆にそっちが健康とかお金とかを結果的にもたらす場合もあるし、うんうん、多分見てるところをどこを見るかなんやろね、うんうん、そうマズローも、うん、こっちの段階でもここをやってるって全然それで普通の人もいるっていうのを書いてるからね、うんうんうん、ここが全部満たされたからここに行くっていうんじゃなくて、うん、全然ここが満たされてなくてもこっちでやって全然飛び級でね、うんうん、っていう人も実際いるっていうふうに書いてるから、うんうん、それはそうだと思う、うんうん、ただあのここで多分注意した方がいいのは、うん、なんというかな、よくあるのが、うん、時々危険な場合があるのは、うん、ここのところをこれで満たそうとするあまりに、うん、また押し付けになったり、ここの人がここの人を敵意を持ったまんまこっちへ来た場合がこれが一番恐ろしいのね。そうね、もうこっちに来てるわけじゃないけども、この氷そのね超人の世界をね、うんうん、私利私欲じゃなくて氷公共の創造の世界やって言うて、こ普通に健康であったり出世であったりする人を敵視した心を持ったまんまやられると、これはちょっと危険な場合がありますね、うん、それはそうなんです、うん、それはそうなので、うん、それで実は、超人ワンダーランドの中には、うん、超人とはっていうのと、そのセミナーどんなことやっていくかっていうことと、うん、それとヒーリングとがある、うん、ヒーリングはまず癒された人がこっち来ないと、うんうん、余計傷つくというかね、傷ついた状態のまま超人になろうとしても、
余計に自分との差をギャップを感じてね、うん、やる気なくしたりとかっていう可能性があるから、うん、ある程度癒されて、うん、なんていうの、ちょっと風が当たったからって言っても平気なような状態まで戻った時にこう